ここからがスタートです。このクラブをもとにあなたのアルティメイトチームを作り上げましょう。さて、これがシーズン初の試合になります。いいスタートを切りたいでしょう。まずは一番下からのスタートですが、どこまで上へ行けるでしょう。試合開始です。ボールカット、ポジション取りがうまかったですね。中盤で奪いました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ここはうまく取りました。よくシュート。このボールはキーパーへ。
プレッシャーを感じてません。主審オフサイドでプレーを止めます。ボールはどちらにこぼれるか。マルデル・モラル、ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドチェンジ、フィールドの中盤でボールを奪いました。出してきます。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。サイドを崩してチャンスを作った。シュートを打つか。サポートも寄っていく。さあ上げたい。シュートに行けるか。こんな感じでミスキックにも声援を送っていますね。そうですね、選手としては辛いでしょう。彼らは安に交代を望んでいるのだと思いますよ。攻撃に厚みを出してきます。中盤でボールをカットしました。サポートも寄っていく。サイドチェンジしました。いい形でゴール前まで持ってきました。マルデル・モラル、トレーシュ、いつものように今日もピッチ全体をカバーするんでしょうね。ちょっと危険なプレーでした。フリーキック。このボールはキーパー。そうですね。マルデル・モラル。止めません。アドバンテージを取りかけてここで止めます。ポケットからイエローカードを提示します。これははっきりファールです。足を蹴ってしまいましたね。これは妥当な判断ですね。タイミングが外れて引っかかりました。レフェリーはプレーを止めません。これは残念。ボールを手放してしまいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。これで決まりだ。ここはディフェンスが対応します。
走。ボールの激しい奪い合いです。ボールを奪いました。このコースは読まれていたか。シュート、ディフェンダーまだあります。チャンスを作りにかかります。合わせてくるか。さあどうする。止める、止めます。ラインを割ってコーナーです。イエローカードが出ました。今度はボールを変えてきますでしょうか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ボールを中盤で奪いました。いい形でゴール前まで持ってきました。いいですね。ここで打つ。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。ハーフタイムです。五分で折り返しましたね、堀。後半はどのような試合になるでしょうか。さあ、キックオフです。リチャードソン。コールマン。中はどうだ。打った。シュートには選手が詰めています。中盤でボールをカットしました。いい形でゴール前まで持ってきました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。オノハ、攻撃に厚みを出してきます。キーパーボールをしっかりキャッチ。一旦攻撃を防ぎます。アイディアは良かったんですがスルーパスは通りません。頭でつなぎます。さあスタジアムのテンションが上がります。リチャードソン、試合が再開となります。ゴールラインを割ります。ゴールキックです。ぶつかり合っています。
ボールが中盤でカットされました。さあスタジアムのテンションが上がります。前がかりに仕掛けていきます。中への突破は許しません。ディフェンス落ち着いていました。これは厚みのあるアタックになりそう。主審がゲームを止めます。オフサイドです。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。一転してチャンスだ。ボールがこぼれました。客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。いい形でゴール前まで持ってきました。主審が試合を止めます。審判、壁の動きを見逃しません。イエローカードが出されました。ディフェンダーはボールからおよそ9メートル以内に近づいてはいけません。トレーシュー、しっかりキャッチ。ボールを手放してしまいました。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。いい形でゴール前まで持ってきました。ピンポイントクロスが期待できそう。攻撃に厚みを出してきます。ギルヘルム・サントソ、これは嫌な予感がするところ。動いています。残り5分です。どちらのチームもレフリーフリーキックの判定。ボールより先に足がかかってしまいましたね。間違いなくファールです。これは仕方ないですね。ボールへ行こうとしたとは思うんですが。今日のファール数を見てみましょう。ゴールキックになりました。試合の時間は残り少ないですが、得点の匂いはありますね。リチャードソン、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールへの寄せが非常に速い。滑って取りに行く。シュートは枠から外れました。簡単なシュートではありませんが、枠には持っていきたかったですよね。今シーズン最初の試合は1ポイントを獲得しました。悪い結果ではありません。ポイントを積み上げたいところでしょう。そうですね。今日の試合はいかがでしたでしょうか。皆様とはそろそろお別れの時間となりました。実況は西岡、解説は堀池匠さんでお送りいたしました。さよなら。